次の日でいいよ。あ、じゃあその当日の当日にって感じ？当日にとか前日の夜にみたいな感じにしますか。じゃあ前日に出ちゃったらありがたい。朝の時間ないと確かに。じゃあ明日は当日、多分この時間夜もう普通にスタッフさんにお願いすると夜のね学生の時間的にってなっちゃうと思うから、スタッフさんもね忙しい中本当頑張ってくださってるから、明日は学校帰りにすぐはい、スタッフさんに18時から出すというのをお伝えしてくださいっていうのと、で火曜日以降はあの前日の夜にスタッフさんにお願いしてって感じにしますので、初日はこちら拡散したこと、あ、ありがとう、嬉しい、ありがとう。じゃあまず男女読みしましょう。男女読みします。13位、愛してる新潟みなふくちばくん、ありがとうございます。12位、ましろ、ありがとうございます。11位、とんすけ、ありがとうございます。10位、おとぴゃん、ありがとうございます。9位、てつお、ありがとうございます。8位、ティラミス大福、ありがとうございます、おいしそう。7位、しのぶ、ありがとうございます。6位、こうすけ、ありがとうございます。5位、えいたすいません、本当にすいません。5位、えいたろう、ありがとうございます。4位、ともぞう、ありがとうございます。3位、まえちゃん、ありがとうございます。2位、うっちー、ありがとうございます。1位、りょう、ありがとうございます。ありがとう、みんな、ありがとう。体調もねちゃんとあれして、なんかおばあちゃんみたいな顔してる。体調もちゃんと直します。たあきゃな暮らしらな高いあの夏の、もう夏終わってるのに、あの夏のわはて男子のサインが聞こえる。はい、じゃあ一応今決まってるところまでメールでもお送りしますね。ぜひ。じゃあね、おやすみ、バイバーイ、ありがとう。確かにクリスマスっぽいかも。ふわふわありがとう。